こんにちは、今日はデコにある漫画の紹介をしたいと思います。わまあ、デコにすごくたくさんの漫画が置いてあるんですけども、その中でも、今日は、まあ、1回では紹介しきれないので、サッカー漫画ベスト3を紹介します。今いろいろサッカー漫画本当にブームでして、いろいろな切り口から、サッカー漫画が出てるんですけども、それの、僕デコがおすすめする、3選ですね、ベスト3を紹介したいと思います。これあくまでも僕 の, 個人の、見解なので、皆さんの面白さとちょっと違う異なることがあるかもしれませんけども、ご了承ください。第3位は、ジャイアントキリングですね。もう言わずと知れたジャイアントキリング、もうすでに56巻、最新巻57巻ももうすぐ出るという、もう大御所、今サッカー漫画の、流行りを牽引してきたとも言える、作品になります。まずこれの面白いところはですね、主人公がですね、実は監督なんですね。昔名選手だった、この辰巳武という、若い35歳の、これから監督になるという人が主人公で話は進んでいきます。で、これの面白いところはですね、監督中心にまず進んでいくんですけども、まあ、新人と言われるまだまだこう発達段階にある、椿というエースストライカーになる、後のエースストライカーになる、選手と共に成長していくんですけど、あとはチームを支えるスポンサーですね、会社ですね、会社というのを、また舞台にしたりとか、あとはマネージャー陣とか GM とか選手をスカウトするような人たちが登場してきたりとか、あとサポーターがこう主人公になったりとかっていう、場面場面で結構こう中心となる人たちが変わるというところがすごく面白いですね。最近だともうちょっと、日本代表まで行ってまして、またそこをまた今すごく佳境を迎えて面白いというところで、やらせていただきます。はい、ということでジャイアントキリング、ぜひこちら見てみてください。デコに置いてあります。そうですね。第2位、ブルーロックですね。これはまあ今少年マガジンで、掲載中の漫画です。最新巻は一応12巻まで出ていて、まだまだ、これから面白くなりそうなサッカー漫画です。まあ、これのサッカー漫画の面白いところは、実は主人公はこの潔陽一という、まあ、何の特色もない、高校でエースストライカーをやっていた、人物なんですけども、まあ、今の現在の日本代表に決定的なエースストライカー、すごくエゴイストな強いストライカーがいないということで、日本サッカー協会はですね、このブルーロックという監獄を作るんですね。で、そこに若手の、これからまだ売れるであろう若手ストライカーを300人集めて、そこで競い合わせて世界一のエースストライカーを作ってしまおうという、まあ、ちょっとむちゃくちゃな設定のサッカー漫画です。で、その中で潔陽一とかが揉まれながら自分の能力をどん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 知って強くなっていくっていう、まあ、この漫画の面白いところは、登場人物のこの他の300人のエースストライカーたちがいろいろなこう個性を持ってるんですね。その個性がもう本当に結構見どころというか、そういう漫画です。12巻で割と展開をまた違う展開をちょっと迎えて、これからもっともっとますます面白くなるサッカー漫画かなと思います。はい、じゃあ、ベストワン第1位はじゃーん、アオアシです。アオアシはですね、今もう22巻まで出ていまして、これはですね、ビッグコミックスピリッツでやってるというちょっとマニアックなサッカー漫画ですね。これ結構めちゃくちゃ面白いんですけど、知られていない、割とマニアックな漫画になります。で、まあ、ストーリーはですね、このアオイアシトという超弱小の中学校でエースストライカーをしてた主人公なんですけども、それがですね、高校生のユースチームですね、 J リーグのユースチームのチームに、このアシトが見出されて、そこでこうどん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 こう活躍していくという漫画なんですけど、今まで割と高校サッカーが割とこう中心となってサッカー漫画って展開されてきたんですけども、 J ユースっていう新しいフィールドですね、僕らあんまり高校サッカーぐらいしか実はサッカーの活躍する場って
ないのかなと思ってたんですけども、まあ、サッカーやってる人は多分分かってると思うんですけども、その上にやっぱ高校サッカーの上にこう J ユース、ユースですね、ユースチームっていうのがまあ存在してまして、それはまあ割と小学生もう本当に低学年ぐらいからこうテストを受けてどん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 こう育成チームですね、上がっていった人たちがプレーしているというユースチームですね。で、まあ、あと面白いところはこのアシトですね、アシトの特殊な能力になるんですよ。弱小中学校でエースライカーやってたんですけど、まあシュートも平凡、ドリブルも平凡、何もかも実は平凡なんですよ。ただこのアシトが、隠れた能力が実はありまして、俯瞰してフィールドが見える力があるんですね。俯瞰してフィールドが見えるってどういうことかというと、まあ、この漫画の描写で出てくるんですけど、こうカラスがふわーって上を飛ぶんですよ、そのフィールドの上、ゲームをしている上ですね。でそのカラスの目線で上から選手がどこにいるかっていうのをこう一瞬でこう見ることができるっていう能力を実は持っているっていうのを生かしてどん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 こう活躍していくっていう漫画なんですね。はい、今日はこの3つですね、サッカー漫画紹介させていただきました。でここにも置いてあります。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方、この下の概要欄の方よりよろしくお願いいたします。止まらない俺らの思い、ライオンがレジに吠える、ビスケットは7つスイカを食べてほしい、あげちゃった、 Just now here we go、 パンパンパン焼き上がれ、うーん、オーイェー、うーん、ヤッホー。